アンドロニコス一世、コムネノス、1123年から1185年9月12日は、東ローマ帝国、コムネノス王朝最後の皇帝。皇帝アレクシオス一世、コムネノスと、皇后エレネエドゥカイナの三男イサキオスを父に、持ち、母は、グルジア王女方である。マヌエル一世、コムネノスの重帝にあたる。少年時代は、マヌエルと親しかったが、 長汁につれて対立し、アンドロニコスは、エルサレム王国などの諸国を流浪する生活を送った。青年期から、多くの女性とき縄を流し、最初の妻との間に二男一女を設けた。コンスタンティノポリスにいた頃は、自分の名、エウドキアを愛人にしていた。56歳の時には、エルサレム王ボードゥアン三世の未亡人、テオドラ・コムネナと愛人関係になった。 テオドラとの間には一男一女を設け、娘、エ霊レーネーをマヌエル一世の諸子アレクシオスに嫁がせている。1180年、マヌエル一世が没してその子のアレクシオス二世が後を継いだが、12歳という幼年であったため、政務は、摂生となった聖母のマリアが言った。しかしマリアは、夫のマヌエルと同じく親ヤラテン制を採用した。 ため、国民の間から不満が高まるようになった。この不満を背景に、アンドロニコスは1182年、クーデターを起こして、マリアを殺害し、翌1183年には、アレクシオス2世の共同皇帝となった。しかし実質的には、アンドロニコス1世が、帝国の実権を掌握していた。共同皇帝となってから2ヶ月後にはアレクシオスを殺害し、 生定に即位した。その際、アレクシオスの記載だったフランス王女アンナを無理やり、皇后とした。まだ10代だったアンナは、亡きアレクシオスを夢に見て、ベッドで泣き崩れる日々を送ったという。アンドロニコスは、マヌエルの死後衰退しつつあった東ローマ帝国を、立て直すために、積極的な国政改革を行った。官職売買の禁止、汚職の摘発。 課税の減免、貧民の保護などがそれである。この改革は当初は民衆に大いに支持されたが、貴族層や王子主層の反発を招き、また選定殺害の負い目もあって、アンドロニコスは次第に改革を強圧的に行うようになった。ついには役人に、不正をやめるか、生きるのをやめるかを選べと言ったり、世の子孫の害にならない商人や職人などを残して、 すべて殺してしまおうと嘘吹いて、恐怖政治を敷くまでに至ったという。この結果、有能な人材は失われ、また、民衆の支持も失ってしまった。また、西欧人を官僚に登用したマヌエルとは逆に、当時コンスタンティノポリスに住んでいた、西欧人を弾圧した。1182年5月、アンドロニコス支持のグループが、チンピラ集団と計らって、 ジェノバ人やピサ人の住宅地を襲撃した。一部は逃げ延びたものの、老人や病人は捕まって殺され、カトリック教会には火が放たれ、聖職者も拷問された。さらには、ホスピタル騎士団の病院に入院する患者や、ローマ教皇の施設までもが殺され、多数の捕虜が奴隷として売られた。対外的にも、ハンガリー王国のベーラ3世やセルビア王国の、 ステファン・ネマニア、さらには領主チリア王国のグリエルもニセイラの信仰にあって、キプロスやバルカン半島の領土を失っていった。このようにうちでは強圧かつ弾圧的な政治、外では領土の疾患などを繰り返した結果、民衆の不満は増大。1185年にノルマン人がバルカン半島へ侵入して戸へ迫ると、 パニック状態になった首都コンスタンティノーポリスの市民や貴族は怒って、遠赤のイサキオス、アンゲロスを擁立して、反乱を起こした。これによりアンドロニコスは、わずか2年で廃位された上、首都の市民らに殴り殺しにされてしまった。皇帝としての力量はあったが、即位の敬意や先々、帝からの負の遺産を受け継いだことが、改革の失敗を招いたとも言える。 このことから、同時大臣からは、彼の中には二つの瓶がある。一つは善に満ちており、もう一つは悪に満ちていると評価されている。なお、アンドロニコス一世の孫にあたるアレクシオスは、東ローマ帝国が一旦滅亡した後の1204年4月、コムネノス王朝の後継王朝として、トレビゾンド帝国を建国している。ありがとうございます。